昨日午後6時40分ごろ函館市桔梗町4丁目の国道5号線と市道の交差点で横断歩道を渡っていた函館市の無職松本幸之助さんが右折してきた軽乗用車にはねられましたこの事故で松本さんは頭を強く打ち病院に搬送されましたが死亡しました警察は軽乗用車を運転していた函館市の会社員幸田直樹容疑者を過失運転致傷の現行犯で逮捕しました 調べに対し幸田容疑者は近くの看板に目を奪われていたなどと話していて警察が事故の原因を詳しく調べています。